お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。今回ですね、カマス城を捕まえていきたいと思います。こいつはですね、サシカマスから進化させることで入手することもできるんですが、今回は普通に捕まえていきたいと思います。といってもサシカマスとカマス城ほとんど同じところにいるんですけどね。まあそんな感じでまずは分布見ていきましょう。ということで、カマス城はですね、こうポケモン図鑑見てみますと、2番道路ですね。2番道路でございます。ここの湖のところですね。私すでにもう来てますので、そのまま行きたいと思います。あとは出る場所としまして、ワイルドエリアですね。こことか、釣り堀、釣り竿で出たりとか、あとはですね、ここの砂塵の窪地の釣り竿のところで出たりとか、あとは激流の湖とかの、どんな状況でも出るという感じなんで、ですが、私としましては、この2番道路がね、一番出現率的には高いので、ここで捕まえていきたいと思います。ちなみにサシカマスも同じところに出ますので、捕まえたい人はぜひ捕まえましょうっていう感じでございます。でカマス城はですね、まあこんな感じでいまして、多分ねこのやつの大きいバージョンいるんですね。このなんか後ろで、くるくる回ってるような感じ、尻尾がくるくる回ってるような感じじゃないですか。こいつがカマス城ですね。でそれよりもなんか一回り小さいような感じのやつが、なんかこれ回ってんですかね、スクリューみたいになってるのか、どういう仕組みで回ってんだろうあれあれどういう仕組みで回ってんの、あの尻尾のやつ意味わかんないですけど、とりあえず尻尾がスクリューみたいになってるやつがカマス城ですね。カマス城か、ちょっとイントネーションわかんないですけど、合ってますかね、わかんないですけど。でサシカマスがこういう大きさじゃなくて、もうちょっとちっちゃいやつですね。ちっちゃいやつなんで、多分見ればねなんとなくわかりますので、ぜひちょっとどっちも捕まえてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。ダイブボール、オッケー、いいよ、ダイブボール使っていきましょう。ダイブボールでいいよ、あ、オッケー、ゲットしましたね。一発でアクション出てきましたね、ちゃんと確定ゲットアクション、はい、オッケーでございます。オッケー、どうせならサシカマスも捕まえていきましょうか、ついでに。はい、ゲットしましたということでね、これでサシカマスもついでにゲットしたいと思います。ここかな、これちっちゃい感じのやつかな、ちっちゃい感じのやつがサシカマスということで、いいね、こっちいいっすね。なんかあの鮭っぽい感じがするけどね、見た目なんか似てますよね。マスっていう魚いますけどね。でもあんま私わかんないけど、それは普通に鮭っぽい感じの見た目ではあるような気がするんですけどね。まあそこは置いておきまして、来い、一発で来い、一発で来てくれ。いや、やっぱりこれ超ゲットしやすくなってんすかね、これダイブボールってやつ。めっちゃゲットしやすいですね。はい、普通にゲットさせていただきましたっていう感じですね。はい、オッケーオッケー。はい、ということでゲットさせていただきましたので、強さを見ていきましょうか。どんな技を覚えてるのかとか見ていきたいと思います。あと種族値についても触れたいと思います。強さを見るということで、水タイプだけですね。結構最近のポケモンとしては珍しいですよね、水だけっていうのは。割となんか他のタイプついてたりしますが、水タイプだけということで。で特性スイスイ、天気が雨の時素早さが上がるということで、まあ普通にいいですね、普通にいい特性なんじゃないでしょうか。オッケー。で技は噛みつく、高速移動、ダイビング、研ぎ澄ますということで。研ぎ澄ますってなんだ、初めて聞いたけど。精神を集中して次の攻撃を必ず急所に当てる。でもこれどうなんだ、わざわざこれ使う必要もなさそうな気もしますけど、まあこんな感じですね。ダイビングなんか覚えてるんですね、なんか秘伝マシンのイメージが ありましたけど、私の中では。まあいいです、とりあえずこんな感じで出てくるっていうわけでございます。それですね、あとは進化条件に関してなんですが、サシカマスからカマス城へレベル26で進化するということなので、サシカマス捕まえてレベル26で進化させてゲットすることももちろんできますという感じです。で最後にですが、種族値について、見ていきましょうということで、種族値は HP61、 攻撃123の防御60、特攻60の特防50、素早さ136で合計が490ということで、めちゃめちゃ素早さと、攻撃に特化したような感じでございまして、素早さはね相当早い部類に入る、やつだと思いますので、まあ、使いようによってはねすごく使えるっていう感じですかね。攻撃もそこそこ高いですし、対戦でのねちょっと考察はちょっと私できないので、まあそこはね詳しい方お願いいたしますという感じでございます。それではね、これで終わりかな。他に特に見せることはないですので、これで終わりにしたいと思います。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。
っしゃっす。